というわけで翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。本日は何から始まるんでしょうか。まあやっぱりね、うん、3周年のお話は、これはしなきゃいけないでしょうね、うん、まあ一番ビッグイベントメインですよ。そう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 、はい、まあまあ盛り上がったのか盛り上がってないのかドラグネなのかよくわかんないけど最後に全て集約されたの、うん、はい、ね、まあああいうテンションになっちゃうともうほら終わりだから、うん、まあだけど一周してからね、やっぱこの3周年の発表がね、はい、あるまではまあかそってたでしょ。まあそうだっすね、ね、はい、でかそってたのが原因かはわかんないけど、まあ結構ちょっとにぎにぎしてたよ、うん、ツイッター界隈が。まあにぎってたあれはあのとある漫画の効果音でしか聞いたことない。そう、にぎ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 ってね、これ牛島くんの大ニュースそうそうそう、はい、なんだけど、うん、これね、うん、いろいろあったでしょ。翼くんの目にも止まったと思うんだけど、そのもういろんなことがありすぎてね、うん、はい、でもやっぱりね、はい、あのウォークの、はい、坊主の、うん、男いたよね。いました、うん、あの画像から始まったように、まあ、全てはここからみたいな、それがもう、まあ、ことの発端の、そうそうそう、はいはいはい、僕の中ではね、はいはいはい、まあ、もっと他にトラブルあったかもしれない、不倫とか、はいはい、不倫は興味ないな、あんまり、はいはい、なんか僕も聞いたような気がしますけど、はい、チャンシーみたいなもんだから、ね、どうでもいいのね、はい、人のそういうものには首突っ込まない。おやおや、そもそも2人とも知らねえし、まあね、それはそう、あんま興味ねえ、はい、うん、なんだけど、まあ、全てはある画像から始まりました、うん、それやってください。なんかたまたまここにこんなものがあるんですけど、うんうん、なんかこんな感じかなぐらいの、うん、まあそう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 ここから始まったの全てはね、一体どういうことなんでしょうか。まあこれを、はい、あるやつが、はい、ね、ふざけんじゃねえと、うん、こんなもん、まあ、最近炎上してますよ、いろんなところで、うん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 、スシローペロペロとか、うん、うん、そういうのにまあかこつけたというか、はい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 、うん、そんなねお店のものを、うん、そんな鼻に突っ込むんじゃねえと、うんうん、まあ、そこから始まりました、うんうんうん、でこれもこの画像を上げた人間はウォーク民なんですね。まあちょっと知らない方でしたね、うん、はい、でまあこのツッコミを入れた人間は両方やってると、はい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 、だけど思いのほかタクとかに広まっちゃったねまあ見えますからねそれに関しては、うん、これはまあしょうがないんだけど、はいはいはい、ただ僕本当この画像を見て思ったのは、はい、まあ今のこのご時世でまあこういう画像を出すのはよろしくねえよ。それは間違いなく、これはまあバカだなお前、はい、っていうのはありますよ非常に、はい、うん、だけど政府じゃねえかなって僕は思っちゃう。これいろいろ物議かましそうだけど、まあまあ、はい、僕の中ではね、はいはいはい、まあ一個人一個人お店のっていうのはまあ、うん、間違いないですよ、はい、でももうさ、すでに使ってるフォークでしょ。まあ食べてましたね、なんかソースがついてたかなんかだと思うんですけど、わかんないけど、はい、まあ本人もそうやって自分のだなんだって、あとなんかマイフォークだみたいなごまかしも入れたらしいですけどね。あ、そうなんだ。 あまりにもちょっと、炎上しそうだったんで、そうなんだ、はいはい、そういうごまかしもあったらしいんだけど、よーく画像をね、アップにしていくと、うん、そんな突っ込んでねえのね。まあなんか本当にこの端っこ当たってるみたいなとこ、うん、そもそもそのフォークの感覚では突っ込めねえのよ。まあこれ突っ込んだら出血間違いねえの怖いからできねえけどね、はい、なんならこの間にここを通すってことは二股のね、そうそう、こういう状態だから大流血かますからね。そうですね、危ないです。だからまあ当ててんですよ。はいはいはい、よーく見るとそんなに増えてねえんじゃねえのっていうぐらいでもある。ワンチャンセーフみたいな。そう。で、あとまあ僕はほら揚げ足取りなんで、はい、簡単に思ったのは、はい、鼻より口の方が汚ねえよなって。はあ。雑菌で言うとね。ああ、なるほどね。で、どの道洗うよなと。で、これが、まあよく、テーブルのサイドに、まあフォークやナイフやまとまってる、はいはい、あれをガサッと持って、ってこうやってんであれば、いや、これはねえと思うけども。まあ、これ自分が使用してた箸を最後こうやったらなんかよくあんじゃん、まあ、なんかその程度というか、まあ例えばはいポーズで箸持ってこんなになってればいいよねみたいな、あんまり変わんねえんじゃねえかな。ただやっぱりこの今のご時世がそれはもちろん、うん、プラスアルファしちゃったなっていうところなんですよ。はいはいはい、うん、まずそう思ったのねこの件に関しては、この件に関しては、はいはいはい、うん、どうせ洗うしなっていうね、うんうん、だからでもリプラを見てみるともうサイゼには行きません、バカじゃねえのかなとまあご時世的にね全然わかりますけどね、うん、まあ、大体僕ももう行きません中大嫌いなんですよ。もう行きません中何なのこいつらは、行きません中、もうこれは秘訣ね、地域も全然違えのに、ね、もうスシローには行けませんと、あ、いますね、なしたね、うん、まあなんか風評被害を狙っているのか本気で言ってるのか、うん、半分は本気で言ったやつがいるんですよ。本気で言ってほしい、まあまあね、うん、ね、はい、
まあ何だか分かんないけども、例えばじゃあすごい事件が起こったらもうその町には行きませんけど、うんうん、同じそうですね、まあ、このなんかここから変な汚いのなんかついてるけど、ね、川が口の川だよねこれ、口川ずっとねさっきからのペロペロしてるなんか取りにかかって、うん、口川出ちゃって鼻フォークしながら口川まで出ちゃってこっちだった、ごめんなさいね汚いこういうとこはねなんかちょっとね何あの皆さんからはちょっと見えない方になっちゃったから、うん、まあでもなんかさ口してる、ね、うん、ちょっと大げさすぎるはいはいはい、そしてこのツイートをしたやつがてめえが言うなの状況になったわけですよ。そっちの荒れ方もしてましたね、うん、これは金田なんだ最初に言いましたよね、はい、そしてそこに湧いてきやがったのが、湧いてきた夏だからですかこれ、ほうエビが来た、あらエビの季節だったんですかね、エビ来たのよ、結構久々な気もしますけど、そうそうそう、はい、もうここでも忘れてたのしばらくまあね、はい、エビが来た関係なくなっちゃったし、そしていきなりお前がぐらいの呼ばわりから入ってきた、うん、もうこの時点でもうやっちゃってんのこいつ、やっちゃってる、やっちゃってんのよ、ほうでまあある程度言い合いをしましたと、うん、ね、もう根本なんか趣旨が読めてなかったよねエビね、まあ最初のかますっていうんですか、うん、からちょっと、うん、変化球来たかなっていう気は、うん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 、なんとなくしたような気もしますけど、はい、ね、まあなんかよくよく考えると、うん、なんていうのかな、あんたが原因じゃないのかみたいなこと言ってたけど、いやいや、あの発言をしたのはその前にあるでしょうと、うん、ね、それがあったから金タンマンはああいう発言をしたんだよ、そこをまず見れてないの、ね、まあ知らなかった可能性もね、そうあるのか、まあ、知らなかったのか、そこをもうなんつうのかな、はい、隠しちゃってるのかわかん、都合よくね、あ、なかったことやっちゃうかわかんないけど、そして、はい、それだけでは終わらない、うん、ナナキッチ登場ですよ。ナナキッチ。ナナキッチと。まずその。これナナキッチは有名ですよ。たまごっちみたいな。これはね、あのコバチッチ、モドリッチ、ナナキッチってね。そうなの。あのクロアチアでは有名ですよ。なんかサッカー選手とかいたのかな。そうそう。有名で。ワールドカップでした。あ、そうなんだ。すごい人だね。コバチッチ、モドリッチしてる、ね。いや、してもちろん。ナナキッチですよ。あそこだけ知らなかった。申し訳ない。出てた。あ、そうなんだ。代表よ。サッカー選手か。そうそう。クロアチアのね。すごい。うん。日本人じゃないんだね。ここががっつりいったね。いやー、ちょっとエビに。びっくりしました。エビに。はい。ピチピチ跳ねたエビに、でこれ途中面白かったの、うん、え、ナナキッチ僕のこと嫌いですのぐらいのここちょっとバカっぽかった、すっごくバカっぽかった、意外だったんだろうね、そっかーってなったんだ、そう、まさかクロアチア界から来るとは、それはまあ意表つかれるわな、クロアチアからは来ないもんねとなりながら、はい、まあ何にしてももう正論かまして、うん、ガシガシ攻撃しましたよ、結構でしたね、最終海に帰る瞬間のめんどくさめんどくさ、ちょぽんちょぽんっつって最後海に飛び込んできました、ああそういう直前だったんです ね、はいはいはい、そういうことすんなら、はい、出てくんなと僕はもう過去に何度言ってます、はい、首突っ込むな、よく聞いておりますよ、ね、まあ、分からなくもないよ、はい、どうしても身内をフォローしたい、うん、まあ、そういう気持ちで出てきてるのはこれは分かるよ、はいはい、そうですね、だけど納金野郎が出てきたところで話し合いにならねえの、難しいね、土俵が違うんだよ、なるほど、納金だな、もういきなり、お、なんか揉めてんぞ、うわーどうしたどうしたいらねえのこういうやつは本当に、なんか謝れお互いで謝れ、知らないのに入ってきちゃった、そうそう、いらねえんだよこういうやつは、まあいますけどね、こういう感じなの、あーなるほど、はいはいはい、ね、で正論を解明すると、え、何何何となっちゃうわけよ、入ってきたものの、だけどさだけどさなっちゃう、まあ一応お呼びじゃないのよ本当になるほど、はい、もうこういう討論っていうか向き不向きだるわけ、まあどうしても納期はダメなの絶対に、なるほどね、ね、なんだかわかんねえけど湧いてきたよやっぱり、ね、関係ねえのに、そしてこの後に、はい、まだある、おアツシがあカラリプ18番のカラリプかましてそうなんですか、そう、へこれが面白かったですよ、もうこれさらしてるさらしてるまんまでございますか、ね、はい、うこういうのは何ですか、なんかもうスルーすんのが、うん、うん、とこういうやつはもう何だかわかんないけど、はい、スルーすんのが、うん、してねえのもすでに、まあ、すでにしてねえのこの段階で反応しちゃってんのこれスルーはしてないと思いますね、してない、はい、言ってることおかしいでしょ、まあすでに言いましたね、切断中がフェアプレーを語るんじゃねえとありました ね、そんなことも、何だこの自分を棚に上げるこのシステムシステム化されてるのかな、あ、そういうこと、うん、なんかもしかしたら厚志さんシステムがあるのかもしれません、うんうんうん、そこに関しては、あと何て書いてありましたっけね、まあ、ちょっと今じゃあ一回確認しましょうか、はい、乗っけますけども、相手が言ってるのは自分はおかしいかもと、はい、少しぐらい思う方が健全ですね、うん、思っちゃいないからねだからこういう口が聞けるわけだよね、はいはいはい、うん、はいはいはいっつってはそうですね、しかもさ普段さ、うん、大谷くんばっかなのにさ、うん、これ出ちゃってしかもリツイートまでしちゃってもう夢中よ、だいぶグロックスルーとか言えるよね、思いっきり絡みに来てるような気は、ね、こういうとこなんだよねこういうとこが直らないの
いつまで経ってもですね、そうですね、とか言ってた、結局ね、はい、いろんなことが絡み合っての、はいはい、まあこういうことになった、まあ過去がね結構歴史がありますけど、うん、まあまあ本当に、うんうん、まあエビいてえなって、まあ、ここのほらレギュラーじゃないですか思ったんだけど、はい、まあもうほらクロアチアからね、クロアチア界から来てくれたから、うんうん、まあまあ僕はもうあえて言わない、もう大惨敗してましたよ、でもわかります、まあリプランだけでね、そう、まあまあ、こういうとこなんだよね、めんどくせえとかってなんつうかもうダサくね、まあそのねえからダサいね、これ一昨日来やがれぐらいダサいですよ覚えてやがれぐらいダサいの、まあ、返す言葉なくなったところからっていうなどは思いますね、そしてまた普通になんかついたとしてるのね、うん、誰がついてくんのこれって、世の中にバカを晒しちゃったのよこれもう全員が思ったこれ本当はね、何言ってんのこの人ぐらいね、まあ結構まあなんというかね、うんうん、いい人なんだろうなみたいな感じもあるんですけど、いやだから分かるのよ、はい、仲間を擁護しようとしてるのは、はい、すごい正直、ね、散々ここで本当ネタにしてるけど、うん、はいはい、そこは間違いないよ、うんうんうん、だけど空回っちゃってんだよね、まあ常にそうですね、最後めんどくさ、そこはね、ここが出せちょっぽん海に帰ってちょっぽんこの瞬間だったのかな、はい、僕は本当にね、はい、僕のこと嫌いなんですもんみたいな、ノーと面倒くさ、ここしか印象残らないよね、あ、いろいろあったけども、そうなんつうかもうね、自分が途中で勘違いしてるとか、うん、そういうことも多分わからないんでしょうね、こういう人ってね、まあまあね、その本心がね、うん、分かった上で収まりつかなくなったとかもね、うん、だからまあこの痛さもあるし、まあこうやってカラリップかましといてめちゃくちゃ反応してんにもかかわらず自分は反応してねえ、何をマイルール作ってんのかなぐらい、反応しながら反応してはいけないってすごいことですからね、いやすごいすごいすごい言ってることこういうのはスルーするのが得策、絶対殴ってはいけない、めっちゃリツイートまでしちゃってるからね引用してましたね、それなぜって聞きたいよね、大反応ではないから、もうここもさ、もう周りは全然もうあえて言わないけども、うん、頭いかれてるにもうレッテル貼られてんのよ、もうしょうがないんだよこれは、まあね、誰がどう見たっていかれてんだからね、どこから見てもそう、そうどんなにリツイートしようがさ、つぶやこうがさ、5000人もフォロワーいてさ、銃つかねえのよね、買ってっからいくらなんだろうね、はい、ちょっと興味あるよね、まあ、実際ね、どんな人が売ってくるのか分かんない、4000は買ったろうね4000は買ってそれがいけるのかな、少なくとも、はいはいはい、まあ、だから本当に、まあ、3周年前にまあ、ちょっとツイッター界隈が荒れたな、ね、うん、盛り上がりましたね、はい、だから僕なんか本当にやっぱり気になるのはさ、はいはい、赤エビとさ、はい、ボタンエビってどう違うのかなとかさ、何それ、本当はそれだから、え、どういうこと、僕はツイッターしましたよね、あったわ、そうそうだそうだ、僕はそこが本当は言いたいだけだから、あ、そっち主軸なんだ、そう、本当はそれまで晒されたけどなんかしないよね別どころから出てきて、予想外で出てきたよ、なるほどね、はいはいはい、まあこれは別に大して発展しなかったからさそうですね、はい、まあどうでもいいんだけども、エビの話だったということだね、うん、はい、まあちょっと冒頭が、本当はこれあれ1時間特番する、いや、いけるやつですね、予定なんだけど、はい、まあいろいろと詰まってるからこっちも、うん、エビごときにあの時間取ってる場合はないのよあのそんな暇はないから、そうですか、そうそうそう、は最後にもう一回だけあのフォークの顔見せといて、うん、これをやったところですよ、事の発端全てはここから始まる、これから始まる、ね、これですね、これ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 はね、マイフォークだからいいのよ、もう本当にマイフォーク、そうそう炎上すんのかなこれ、怖いよ、ペロペロしたって大丈夫自分の鼻だからね、そうそうそう、まあ洗うし、もう本当に事務所のフォークだけどさ、うん、そう、最終だからこうやって鼻入れて自分でペロペロするとかさ、なんかちょっとそういうネタをやってればさ、うん、ちょっと違ったのかもしれないけどね、まあ、難しいですね、まあ、無防備すぎたよね、ちょっとあれはね、うん、本当に悪気はなかったと思うよ、だけど今のご時世そこに気づかないのはバカだ、そうですね、あげちゃうのはもうどうしようもないですが、うん、ということで、はい、本題にこっから行くんだよ、なるほど、まあ3周年ですか、うん、はい、こっから問題が、うん、史上最長の冒頭やったかもしれない、え、別にこれ1本でいけるんちゃうかなって言われて、エビのせい、これ、あ、そうなんですね、エビが跳ね上がったから、季節か分かんないけどドラクエ10だかなんかも、うん、エビとコラボだしらしいですね、なんだろうね、名前売ってくれてるのかな、まあ、タイミングバッチリねかもしれないですけど、でまあ、はい、3周年、そう忘れてませんでした、まあ PV が日曜日の夜に、はい、うん、プレミアム公開されてました、公開されましたね、はい、まあ、そこでまあいろいろと変更点とか、うん、まあ、改善点とか、うん、まあ、これからのイベントとか、はい、まあ、いろいろ発表がありました、ありました、はい、それを全部じゃあ僕に伝えてください、お、うん、なるほど、わかりました、まあ、じゃあざーっと言っていきますね、うん、まずまあメインのイベントはドラクエ5のコラボイベント始まりますよ、うん、でまあパパスが生きてるだとかね、うん、ゲレゲレが出てくるだとか、うん、もなんかモンスター爺さんのイベント、うん、とかなんか始まるよとか、うん、まあ、ゲーマー出てくるよっていうのと、あとは超巨大ボスバトルエスターク、うん、あります、うん、エスターク開花もします、うん、
で、一番目玉なのが多分この伝説の魔物使い、はいはい、勇者みたいなですね、まあ、ここ、ね、ここにハマった伝説の魔物使い、はい名前に何ちゅう名前まあ、ねえ、わからんもなんかあるでしょってね、はい、うだけど、まあこれね本当にドラクエのシリーズって、うん、勇者は勇者だろ、まあ全員そうですね、はい、で自分だから、はい、そうですね、名前書くのはね、そうなの、はい、だからね、なんかロトもちょっと違和感はあったの、まあでも勇者ロト、ロトの勇者っていうのは、うん、まあいっぱいこのストーリーの中でね、はいはいはい、出てくるからまあいいんだけど、うん、僕なんかはソロだって違和感増すんですよ、あ知らねえよやっててソロなんて、まあ、あの緑ってことしか分かんないよね、全く覚えてなかった、はいはい、耳のついた緑みたいなここ、ね、このぐらいだって自分なんだから、はい、まあね実際そうですからね、そう、はい、だから伝説の魔物使いって言ったけど、あ、魔物使いだ、じゃあ魔物使いだったよなぐらいのね、うん、一応モンスター仲間したもんなぁぐらい、でも勇者って職業なのに魔物使いになっちゃうの、いや確かにな、そこはちょっと声もおかしいし、ほん、はい、でまあなんか技を見たらさ、うん、息なんだよ、ブレスですね、ね、これ勇者息吹く、まずそこからふぅこれ後ろにマスタードラゴンのやりました、今回はここでしょっていうね、はいはいはい、だからまあ強引になんか作っちゃったな、うん、マスタードラゴンとするわけにはいかないからっていうことなんですかね、伝説の魔物使い、伝説の魔物使い、まあ、これはもうツイッター界隈で、はいね、どう略したらいいんだと、なんか電魔っつってましたよ、いましたね、はい、電魔引いた、電魔なんとつってなるわけ、どうなのかな、いや、あとなんか一部ではね、はい、リュカって名前が本来あります、あーらしいっすね、ただこれは後付けだから、うん、ドラクエの小説の中で出てきたことで、あ、なるほど、変なおばちゃんが作ったんだよね、そうなの、これをなんか勝手に使うだなんだか訴訟とかなってんのね、あ、へえ、なってんの、そうなの、そう、名前を使うならなんか教えてほしかっただろう、なんだろうな、まあ、これは私が作ったものなんだから、なんかまあなんか救えにを相手にね、なんか問題起こしてややこしばあさんがいるんだ、そうそう、だけど実際ゲームが出た時にこの名前ないから、うん、あ、そうなんだ、ないのないのリュカなんていう名前はねまあ初めて聞いたもんね、そうそうそう、はいはい、後付けですよ、へえ、だからここはまあ本来使わなくていいと思うんだけど、なんかもうちょっとね、うん、なかったのかな、うーん、うん、だから魔物使いに関してはそういうところですか、うん、でも続けていきますよ、はい、でまあいつも通り3周年記念クエストで、まあ、3人でもらえますよ、うん、とか育成応援キャンペーンやってみたり、うん、ガチャが結構続いたんですけど、イベントで、うん、まずなんか豪華スタンプ付きの60連ガチャ、ああ70ではなく60連ガチャ、ね、そう残念ながら60連ガチャ、ああで、あといつもダブルピックアップ30連じゃなかった、なんか60もあったよね、あった、うん、それ30は今か、なんかスカウト 3回目になんかチケットもらえるやつ今なのかな、わかんないけどね、うん、はいどうぞ、はい、60があって、まあ、ダブルピックアップがあって、ああ、美課金大喜びの100連無料、うん、SD ガチャ、うん、であとはログインボーナスで合計12,810円もらえるらしいです、ああ、はあ、まあ、嬉しいね、 あとは協力ミッションですよ、始まりました、うん、また、うんうん、でこの協力ミッションの中に入ってるのがアニバタワー、うん、また来ましたね、で最上階行った人が100人分ぐらいツイッターで報告されますよ、うん、まあ、協力ミッションだけどね、うん、まあ、前回何を倒したんだっけ、前回はあのデスピサロだったかな、 あデスピサロか、でっかいやつ、あれね、まあ、ギルドでみんなであのポイント競ったやつね、はい、そう大不評だったじゃん、大不評だったはずなんですよ、またやる、やりますよ、バカなまあなんか周年イベントイコールこれっていう、そしてギルド大会がないわけですよ、うん、ねね、ギルド大会なくして協力戦をぶち込んできたわけ、バカなのかな、まあだからギルド大会よりもちろん面白いんでしょ、うん、ってそしてね、まあ僕もザラッと見たんですよ、あ、はい、ガチャ、うん、ね、緩和されたらなんだって、あ、そう、150されてねえよこれ、あ、されてない、されてねえよこんな、だって150連で保証が復活ですよ、300連、おだから、まあ要するに今までまず天井が150連であります、はい、まあここで1体引けますね、300連までいくと1体確定します、うんうん、ここに来るとまた150の天井が復活するってことですよね、はいはいはい、うん、じゃあ最大ハマりは900連ってことです、っていうことです、はい、こんなの胸さんずなからね僕を見ましたが、はい、天井できた瞬間にもう150連母体っていうのも確定してますからね、まあ、確かにできた瞬間でしたね、何にも変わらない何も変わらないよこんなの、結果これでワーイなんて思うのはそもそもが廃課金だけであって、うんうんうん、美課金関係ないでしょ、まあまあ正直関係ない、300超えることすらないから、ない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 、150までいくの珍しいの、何にも関係ない、ここは何をすべきだったかっつったら7番にするべきだったのよ、あー、もうそもそも S の確率をね上げちゃえと、多くがそこなんだから、はい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 、で200の天井にするべきだった、うんうんうん、これでこと足りんの、こんな100あの300連で天井復活より200の天井の方がいいんだから、それはそうですね、間違いなくね、ね、はい、これにできなかったのかっていう話ねえ、そして何ですか、まあ、そのガチャの話の時に、うん、優勝があります、あ、やっぱありませんと、バカじゃないのかなかったねー、ね、優勝者コピペなんですよ、だから本当に、はい、毎回こんなことやってる、まあ、必ずのね、でなんでやっちゃったら、あ、もう言っちゃったからいいやって、うんうんうん、優勝つけないのって話、そこはどうしてそんなに嫌なのかな、いし、もう本当嫌なんでしょうね、絶対これがもうなんつう恥さらしにしかなってないっていうのが
分かんないのかな。まあないんでしょうね。まあ誰がそのね恥さらしになるのかは知らないよ。もうここなんか上層部は逃げてるって話だからね。逃げてる。なんならもう今バイトだけで回してる可能性あるからね。だとしたらすごいよ。そう、だからまあ実際誰が恥ずかしいのか知らないし、はい、この恥ずかしめも分からないバカなのかもしれないけど、うん、まあちょっと案の定だなっていうね。まあそうですね、うん、そんなのがありましたよ。表記ミスがあったぐらい、うん、あと何かありましたっけね。スゴロク、これね、あれ一番目玉だと思ったのよ。まあこのスゴロクをやって何を取るかというとアクセサリーなんですね、らしいですね、目玉はね、はい、まあこれがまあ結局よく見たらいろんななんかなんとかのアミュレットとかなんかあるんでしょ、うん、まあこれもドラクエよくでありますよ、アクセサリーってね、うんうん、はい、まあ、よく見ると素早さの数字が上がるんです、うん、だ PVP にはね必需品かなっていう感じ、うんうん、だからこれは誰が先を取るかとか、まあ、そんな感じ で、ね、まあ、でも最終は絶対取れるんですよ。もうそうなったらデイリーですこれ。まあそういうことですね。こうなっちゃう、あ、めんどくさいってなる可能性もあるわけですから。そうそうそう、はい、選んだか分かんないけど当たる人と当たらない人の差がすごく出るんだろうね、うんうんうん、こういうのね、あっさりとね取っちゃう人もいれば延々取れないやつもいるし、まあね、出目次第ってなるんだったらそういう可能性ありますからね、うん、まあ、こんなのは錬金と同じでね、うん、であとなんか錬金がまとめてできる、これはもう、うん、やったどころか最初からやれよって感じじゃない。まあ割とね、こんな5個とかで錬金石が100個とか出てくんだからさ、はい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 、10個体ぐらいには最低できればって、こんなの誰もが思ってたことで、うんうん、まあそれからあれですね、パーティーが保存できるパーティーが80枠になりました、うん、ここじゃないのよ。違ったわ、ここじゃないの、その枠その枠で保存したかったの、みんなはね、闘技場あんなのいっぱいあったところで結局変わっちゃうのよまあね、はい、結局変わっちゃう、ブルルなっちゃうから、おう同じな、いっぱいやるよりかは同じ枠でいいから、そうそれぞれしてくれと、そこの中でね保存が効くっていう、はいはいはい、これが欲しかった、まあ、残念ながら全然借りるとこ手届いてない、ね、そうにはなりませんでした、はい、あとなんかあります。もうラス1です、これは、うん、PVP、うん、相手のターン中に諦めることができるようになりました、うん、おめでとうございます。これ大門大注目、はい、切断中、おや、どういう行動を取るのか、おやおやおや、アツシとかアツシとかまた変わったな、アツシとか一人でしかいなかったのこれね。これはね、僕はまあもうすでにヤクルトが ツイートしてますよ僕も切断すると見てます。関係ねえのこういうことは。あー、なるほどね、それがロマンだから。ロマンなの、ロマンなの、ロマンでやってんだ。切断中の切断イコール負けてないだから。あー、なるほどね、俺は負けてないのための切断だから、僕が嫌がらせだからね。最悪じゃん、ウェイっていうねウェイの、まあこんな感じ。あー、うん、だからやりますよ、こんなの。あ、そう、だっているもん結構自分のターンで切断してくるやつ。へえ、まあまあいるよすでに。うん、だからこの切断中がここで本当に、切断をしなかったらむしろ逆にもう一回吊るし上げてやる、ね、しなかったら表彰してやりますよ。あ、そう、そう、でもやつはするなるほどね、そんな自信があるってことだ。自信あるよ、これは自信あるよ。だってヤクルトもその人のこと言ってんでしょ。まあじゃないの、知らんけどね、わからん、おそらくね、特定の個人か、そういうしかいねえもんあとはもう覚えられないやつばっかだもん。ああ、なるほどね、どこの馬骨かわかんねえような、はいはいはい、うん、4つだけだよ本当に。それで平然となんか何位でしたとか言えるやつはあいつしかいねえよそうですか、うん、なかなかこれは本当にね頭いかれてるから戻ったな、冒頭に ね前に言いましたね、毎回こいつは切断しながらテレレレとオープニング見てんだろうなっつってねレレレンレレレン。で、あとなんかね面白いツイートがあって、はい、切断した側の方が早く復活できるんじゃねえかっていうね。ほう、それだったら立ちはいいぞっていうのもありましたよ。それ時間泥棒ですもんね。そう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 、ね、こっちはずーっとウニ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 待ってるわけですよ1分ぐらい、はいはいはい、で、あの勝利モーションが出てやるより切断して復帰してワンクッション待ってやる方がもしかしたら早いんじゃないか、比べたことはないけど、そんな説も出てましたやっぱ嫌われますね切断はね、当たり前だけど、まあね、ちょっとだからこれはどうなるかわかんないけども、うんうんうん、まあ、ただね、結局はこの3周年、はい、ね、何が目玉かというと、うん、ないんだよね。まあそうなんだ、ないのよ。魔物マスター、うん、魔物伝説の魔物使い、魔物マスターって職業になっちゃうのね。そうですね、ウォークの方が魔物使いがかなりこれは、うん、うん、まあ、やべえじゃねえかっていうぐらいで、ね、噂は出てます。無属性の域でしょ、ねえ、エグいよ、あれは。これはね、でなおかつ召喚できるわけだから、うん、PVP でめちゃくちゃ強いんじゃねえかとか、めちゃくちゃめんどくせえんじゃねえかとか、まあこんなのはわかるんだけど、うん、まあ結局個人闘技とか PVP に何の手こ入れもしてない。そうですね、なんなら一番最後のブギーの売り上げが5000と下がってる、うん、半年ぐらいになってるんですかこれ。なんですかこれ5000って。いやー、まあ別にわかんないよね、5000相当低いと思うよこれ、まあ今までに比べたらっていうね。おー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 、まあそんなんだってことね、うん、相当っていうで、まああとなんかありましたね、ソロコンテンツ、もともとあったあの VS とかああいうの全部削除すると。あ、そうなんですか、うん、あ、ごめんなさい、わかんなかった。18日だか16日かなんかに、いや、やっぱ消すんだ VS コンテンツと、あとなんだ、もう一個あったでしょ、
まあでもあの辺のやつですね。そうそう、簡単なコンボな感じですよ。あの辺りは削除するらしい。あ、そう。やっと恥ずかしいチブを消すというね。へぇー、押せんだけどね。まあでも割とそういうことやったんだ、うん、へぇー。でもまあじゃあなんか得なことありますかと言ったら、まあアニバタワーとかを待つ人はいるよね、うん、うん、まあやりたい人ね。これだけじゃね。うん、確かに高難度、あとスゴロクがめっちゃ面白いっていう可能性がね、うん、あると。もう一つ言われてた、まあ今回の、3周年で来るであろうと半分ぐらいの人が思ってたランク9の解放、はい、これが来ませんでした。来ませんでしたね。これは僕ね、はい、散々動画でも言いました、はいはいはい、ランク9の解放したら終わると、うん、これは何かというと、もうめんどくせえここでいいやと、うん、やめる人間が増えるよって、はい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 、でも今回ランク9は解放しません、しませんでした。でも終わります。これこれでもこれ何かというと、これあの運営の気持ちを言いましょうか、はい、ランク9を解放するとまたこれが全部みんなレベルマックスになるまでに半年以上かかりますね。まあおそらくそんぐらいはかかるでしょう。そこまでの予定がないんです。先がない最終だから、はあ、閉める気満々。こっちを考えなきゃいけないのよみんな。はぁ、あ、来なかった、年内差し入かも、ここ思わなきゃ。なるほど。ランク9解放したら半年はまだ行きますよ。あ、そうですね、はい。途中ってのはないだろうし、まあここの上だから分かんないけど。まあでも普通に考えて、ね、そうだ。僕がピンときたのは、あ、ランク9解放しねえんだ、年内差し入睨んでるな。へぇー、怖いこと起こった。この後に水着の一体を出して差し入回収だけしといて。そう、とんでもないことじゃないかなと思いますよ。これちょうどアニバタワーが、うん、一息ついた頃ですよきっと。じゃあ皆さんお疲れ様でした。そうそうそう、なるんじゃないかなと。久しぶりです、タクトーって思いますよ。いやですね、うん、だからまあ多分次の8月のギルド大会がラストダンスじゃないの。おじゃあ頑張らなきゃいけないな、そこまではね、うん、僕はそう睨みました。はいはいはい、ベッドしてます、ね、ここで逆に解放したら、ああまだまだ全然やるんだなと、うん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 、離れる人はいいですね。解放してその差しっつうのはね、さすがにないと思うから、さすがにやんねえだろうから、うん、まあだから、うん、ちょっと目が行くのはそこらへんかな。おお、うん、ね、いやだってもうしてもいい頃なのよ本当は。まあ売り上げも下がっちゃったからね。そう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 、はい、みんなもうやることないんだから、うん、だからまあ、うん、でもしなかったってことは、あ、これはやっぱり年内、うん、僕はもうずっとペットしてるって言いましたね。もう本当に毎週毎週またさらにペットしてる、これでさらにいったよ。解放しねえな、さらにペット。なんならもう借金してまでオールイン。おお、投資もしちゃって、ここまでした。なるほどね、これは終わる。ぜひじゃあもう年内の居住に注目していきたいところですね、うん、だからまあ本当にもうあと常にね、はい、1ヶ月2ヶ月という気持ちでタクトをプレイしていくのがいいんじゃねえかな。終わる終わるぞ。おそらくだけどこの、魔物マスター、魔物使いも、はい、使い、まあ歴代勇者の中では一番ガチャの売り上げは下がると思いますよ。ああ、まあ、ね、まあだって根本的な人口が減ってんだから、これはどうしようもないですよ、はい、確かに今から新しい人が増えない限りは難しいと思います、うん、でも PVP やめたってなってる人また増えるわけだ、はい、で何も変わんないの PVP がね、うん、毎日営業ですよ一生懸命、うんうん、こんなバカな話はないと、はい、うん、まあ、そういうことでね。なるほど、ね、まあ、今回は別になんか僕の場合は、うん、タクトが年内に終わるのかなどうなのかなを見るためのなんか、うんうん、更新内容確認だった、更新だったなっていう、それを見た結果、やはり、ね、本当にここでうわ上さんありがとう言ってるやつはバカじゃないのかなと思う。これに帰ってくるんだものこの人は。そう、そう思いましたよ。そうですか、うん、まあ、まあ、一応見てみましょうけどね、まあ今回長かったけど、はい、とりあえずこれでどうも、はい、朝した翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。